どうもこんにちは。今日はなんですけれども、ドラゴニックファイヤーの設計図のゲット方法について説明したいと思います。まずゲットできる場所は凍てつく海と風とというコースです。ではゲットできる場所まで移動してみたいと思います。はい、移動してきました。まずコピー能力捨てましょう。でこのね、火の敵いるじゃないですか。こいつを吸い込みます。でこれファイヤーにする必要があります。で、まあ、場所もう一回言いますと、こういうね、大砲がこういうふうに飛んでいまして、風がすごい吹いてるところで、あそこになんか氷があるじゃないですか。あいつをファイヤーで溶かしてあげる必要があります。こいつをファイヤーで溶かします。そうするとこの、ね、頬張り変形のやつが出てくるんですよ。こいつを頬張ります。でこのね、大砲を避けつつこっち側に行きます。そうするとですね、ここで伸びれるんですよ。伸びます。で吐き出す。でここに宝箱がありますので開けます。で設計図ゲットですね。はい、というわけでドラゴニックファイヤーの設計図を手に入れました。以上です。